岩手のてっぺん二戸市。縁もゆかりもなかった北東北のこの町に移住してきて4年目、この町での暮らしをシリーズでご紹介します。あとじゃあちょっともう一つお聞きしてみたいのが、はい、要は例えばこの東光稲荷神社さんって結構地域の方にもすごく愛されてる場所だと思うんですよね。ありがたいことですね。だからそういうことで何か宮司さん的にこう、まあ、意識しているというか、何かこういう風だったらいいなとか、何かそういう、はい、なんていうんですかね、そういうのあるんですかね。まあ、こういう風だったらいいなっていうよりかは、私もこう、うん、しばらく盛岡で働いてたもんですから、はい、盛岡で働いてて二戸に、まあ、うちの父と交代をしてここで宮司をやっていくっていう時に、はい、大丈夫かなって思いながら帰ってきたんですよね。まあ、それこそもう何年も前から人口減少とか過疎化っていうのが広まってて、二戸も例外ではないですし、その20年後30年後、まあ、神社っていうのはこう、うん、人が町にいないと、うん、まあ、もちろん成り立たないですし、まあ、そうですよね。あの拝んでくれる人がいないのに神様だけいるっていう状況はないので、うん、まあ、それこそもう町がなくなったら神社は一緒になくなってしまうんですよね。と、まあ、いう状況の中、盛岡から二戸に帰ってきて、果たしてうちの子供の代とか、はい、その孫の代までうちの神社あるんだろうか思いながらこう二戸に帰ってきたんですよね。あ、はいはい、でまあいろいろこうその地域、まあ、仲間づくりじゃないですけど、うん、私ちょうど同級生がたくさんいる世代で、昭和55年世代がですね、はい、地元にたくさん残ってて、まあ、その、まあ、同級生たちが帰ってきたら結構一生懸命いろんなところで活躍してたんですよ。はいはいはい、あの多分猿楽さんもご存知の方がたくさんこう、はい、より数えられると思うんですけど、はい、あの人とかあの人とか、はいはいはい、もう第一線で、まあ、二戸だけではなくて、うん、その世界とかね、うん、岩手東北全国にこう飛び回ってるお友達もいてですね、うん、もう頑張ってるじゃないかというのと、うん、あとまあ私青年会議所に入ってたんですけど、うん、はい、JC の人たちが一生懸命頑張ってたのと、はい、まあ、商工会の方には入ってないですけど、商工会の青年部の皆さんもこう地域を盛り上げようとして頑張っていて、はい、でその中で神社ももしかしたらその地域の盛り上げに協力できるんじゃないかなっていうふうにこう、本当は神社ってこう自分から仕掛ける側じゃなくて、あっちがこうやりたいって言ったところをこういいですよって言って、まあ、どうぞどうぞっていう立場だと思ってたんですが、そこはこういろいろ考えがそこで変わって、あ、こっちから盛り上げに協力していくっていうのも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。なるほど。で、まあ、同級生であれば、うん、基本的にこうみんなおうおうっていう中で協力してくれるじゃないですか。でもこうここの地域の人たちって、あのいろいろこんなことしたいんですよって言うと、こう結構まあお偉いさん方がたくさんいらっしゃるので、その方たちにもちょっとこういうのしたいと思うんですよって話しに行くと、はい、みんなこうおおいいじゃねえかって、はい、おやれやれと思って、はい、協賛するぞとか金も出してやるからみたいな話をいただいて、はい、すごいこう若い人が挑戦するときに、知り合ってないとちょっとなんか閉鎖的に思われるところもあるんですが、すごいこう挑戦に対して、応援してくれるところなんですよね。まあ、たまにはね足を引っ張る方もいらっしゃいますけど、ね、基本的にはあの、みんなさんが多分こっち来て、あの人に挨拶した方がいいよっていう人たちは、はい、おーやれやれっていう人たちなんですよ。すごくこう頑張るよっていう人とか、こう努力したいっていう人に対して、許容をする心が広いという、っていうのをなんかいろいろやるときにすごいこう、改めて感じた。もともと地域の福岡高校とか福岡中学校っていうのは質実剛健っていうところで、もう身を粉にしてこう、はい、一生懸命頑張れよっていう、はいはいはい、応援団にこうしごかれてしごかれて大きくなった人たち大先輩ですから、
もうそんじょそこらの医師じゃないんですよね、みんなもうおーおーみたいな何歳までこの人頑張るんだろうっていう人たちも揃ってて、まあ、若い人と、まあ、さらに次の世代とかがうまく力をこう組み合わせられると、もっと二戸も良くなるんじゃないかなと思いますし、はい、ぜひチャレンジし続けるにはいい環境なんじゃないかなと思います。なるほど、まあ、私もすごく応援、やるっていうのには応援したいなっていう気持ちがすごい強いので。なるほど、やっぱりねこう新しい扉を開くといいますかね、何かこう挑戦しようとする人に対してやっぱそういうふうに温かく見守っていただきながら、こう後押ししてくれたりもするという土地柄ということですね。いやでもそういうのでね、なんかどんどんいろんなことがつながっていって、本当になんか盛り上がっていってほしいですよね。やっぱり初めの取っかかりがつかめるのがこう難しいっていう時にはカメラもありますね、はい、何回でも言いますけどね、はい、なるほど、神楽からのつながりでね、はい、頑張ってるねという感じで ね、 そうですね、まだなることもあるかもという感じで、はい、なるほどですね。あとはじゃあ年間の例えば行事なんかを、はい、行事とか神事とかなんかそういうのってなんかこうちょっと教えていただいてます、はい、まあ、神社で今やっている一番大きいのは9月の二戸祭りですね、はい、9月の第1、金、土、日に行われてるんですが、はい、神社の際には9月の5日なんですけれども、はいはい、その二戸祭りが、まあ、この二戸地域、まあ、県北地域でもだいぶ大きい祭りになってます、はい、今、陸奥土風っていう、はい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 、絵巻物を再現しようという試みが行われていて、はい、そちらの方、まあ、むしろこう外部の方々、今までお祭りに参加したことがなかった人たちに参加してもらうための取り組みが今始まってますので、あ、まあ、間もなくというか、4月くらいにはもう公表してほしいなと思いながら、はいはいはい、準備を進めているところです。そこもまあ一つの取っかかりにはなるのかな、はい、じゃああれはどっちかというと、まあ、いろんな人が参加できるようにということでスタートしたということなんですね、はい、ちょっと今回は去年は告知が遅れてですね、はいはい、身内でこう固まっちゃったんですけど、はいはいはい、でもまあちょっと直前になって、東京の方の、ね、大学生とか参加してくれたりということで、はい、まあ、そういった裾野をちょっと広めていくっていうイメージのものでありますので、はい、で9月の祭りの他に神社では1月、まあ、正月の行事があって、はい、旧正月に釜成神事っていう行事が行われてます、はいはいはい、あの釜にお米を入れて蒸して、まあ、釜をポコポコポコと音を鳴らすっていう、はい、でその音で、まあ、皆さんを清めて新年健康に過ごせますようにっていうものがつい先日行われました、はいはい、と5月の2日にお湯立て神事っていうのがあって、あの神社の境内に大きなこう釜を置いて、はいはいはい、お湯をこうグツグツ沸かした、はい、そのお湯をみんなに振りかけるっていう、はい、それでまあお清めをするっていう、はいはい、ちょっと荒い神事がございます、はいはい、で最近始めたのが、まあ、2月の3日中心に行われる節分祭、これも先日行われましたけれども、子どもさんたちは豆を拾って何かこうくじでゲームとか当たっちゃってなんだりするっていうので、なんかあの2回目の正月が来たよ、ね、本当ですか、まあこれも私が戻ってきてからこうやってみないかっていうのを同級生に言われたのがきっかけで、今1月になるところなのに1ヶ月でそれやるのみんなやってみるべみたいな、それでみんななんかいろいろ協力していただいて、はいはいはい、あのやってみたら大盛況だったので、いやまずやっぱ一歩目を踏み出してみることが大事なんだなと思ったきっかけでもありますね。なるほど、まあ、あとはちらほらといろんなことをやってますので、はい、詳しくは Facebook とか Instagram を見ていただく、ここでとんこいなり CM タイムみたいになってましたけど、ね、ここら辺今 QR コードが入ってる感じですよね。ね、なんでとんこいなりジニアさんのね SNS とかも ね、 そうですね、されてますもんね、はい、そういうのでまたね、あのいろいろ様子、結構なんかもう128倍速の動画とかで、なんかその1日をもう超凝縮してね、あこんな感じなんだ、こんな感じで人が集まってるんだみたいなね、まあ、ね、本当にそうですね。あとあのこの二戸祭りも
普段はやっぱり結構そんなに道にね人がいっぱいいるわけでもないわけじゃないですか。祭りになったらあれどこにこんなにいたのかなっていうぐらい人が ね、 そうですね、橋渡ったあたりからわーってこうね、人が歩けないぞみたいなね。最後にこうなんて言うんでしょうかね、例えばですけど今後のこう豚骨稲荷神社さんのこういうふうにこう、まあさっきあんまりこっちからこうね神社って仕掛けるものじゃないって言われてたんで、まああんまりそういうのはないとは思うんですけど、な何がいいですかね、どういうふうにお聞きしたらいいのかっていう感じですけど。はい、まあ理想としては、まあ、私からこう、こういうことをやっていくっていうか、ここの場所を使ってこういうことしたいっていう声が出てくるとすごく嬉しいなと思ってるんですよね。せっかくまあ開けた場所ですし、はい、お金もかからないですし、はい、ね、ちょっといろいろここの境内使って何かやりたいっていう時にはこういうことには気をつけてねっていうのはもちろんありますけど、それだけ気をつけていただければ、まあ、基本的にはこう、まあ、何をしてもいいっていう。なるほど。神様は目の前がこう賑やかなのを好まれますので、はいはいはい、っていうのを、皆さんから出てくればいいなっていう、はいはい、まあ、いろいろ考えてることあるんですけどね、それもね。そうなんですね、はい、じゃあ何かもうやるときに、言うとやらなきゃならなくなるので、まあ、秘密にしてみてください。まあそうね、なんでね、やっぱりこの町にねちょっとこういうふうににぎわい作りたいなとか、何かこういうことに挑戦したいみたいなっていう方もちょっと相談してみるとね、そうですね、はい、やっぱりね宮司さんも話がしやすい方なんでね、話をね、ノリもいいしみたいな、いいじゃんいいじゃんみたいな、なんでねぜひそういった感じでなんかお気軽にっていうとちょっとあれかもしれないですけども、本当に立ち寄っていただきたい場所かなと僕は思うんですけど、はい、ぜひいらっしゃってください、はい、ということで今日は豚骨稲荷神社の宮司さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。最後に以前神楽の撮影をさせていただいた後に参加した飲み会での神楽歌を聞きながら終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ななえやえさく、ななえやえさく、ええよほえ、おもしろおやは。はい、じゃあ改めて乾杯しましょう。今日は大変ご苦労様でした。ありがとうございました。乾杯します。乾杯。お疲れ様でした。ありがとうございました。二戸市では移住定住希望者向けにさまざまな補助金もご用意しています。ぜひとも二戸の暮らしポータルサイトをご覧ください。またお気軽にお問い合わせもお待ちしています。